新日鉄住金和歌山製鉄所。新日鉄住金和歌山製鉄所は、和歌山県和歌山市と海南市の臨海部、和歌山湾、大阪府堺市堺区にある、新日鉄住金の筑港一貫製鉄所。和歌山地区と海南地区、堺地区に分かれている。交換、交換をはじめとする高付加価値の鉄鋼製品と、交換素材、スラブを国内及び、世界各地に送り出している。 1942年、昭和17年に、旧住友金属工業和歌山製鉄所として、創業開始。第一航路が完成した1961年、昭和36年に、鉄鋼一貫体制が確立して、現在に至っている。鹿島製鉄所が完成するまで、同社唯一の主力製鉄所として機能し、2年ごとに航路を新設して、生産量を拡大してきた。 ピーク時の1970年、昭和45年には、航路5機で約920万トンを生産し、和歌山市経済の象徴であった。旧住金の関連会社は3万人もの社員を抱えており、和歌山市は全国有数の企業城下町、こちらも参照と言われた。ちなみに1960年の和歌山市の人口は28万5155人。 1970年以降、鹿島製鉄所、1968年創業開始、年産約800万トンへの生産集約や、需要低迷により断続的に減産が行われた。その結果、1990年代以降は、航路に期待制となり、生産量も1998年には、約270万トンまで落ち込んだ。この時期には、 航路などの設備の老朽化が進み、設備投資が行われなければ合理化による航路閉鎖の可能性もあった旧新日本製鉄は境製鉄所等航路廃止を行っている。この状況下で中国の経済成長などによる鉄鋼需要の大幅な増加を受けて航路を新設し、老朽化した航路を停止するスクラップビルドの方針が打ち出され2000年代以降新航路の 建設が続けて行われた詳細は後日これらの経緯を経て、現在も旧住木側の主力製鉄所として機能している。1967年3月の火入れ後、数字の改修を経て、新第一航路が稼働した2009年まで使用された。3次改修後の火入れ、1982年2月23日以降、 2009年7月11日の吹き雨まで連続1万1日27年4ヶ月稼働し世界最長を記録した。口述の通りこの記録は後に更新されている。製鉄所のシンボルである航路は一度火入れをすれば摂氏2000度にも達する高温状態を維持し続けなければならず、その分痛みも激しいため定期的に大規模な改修工事が必要となる。 24時間体制で創業する巨大設備である航路において世界一の長寿を達成したのが和歌山製鉄所の第4航路である。当初、第4航路の3次改修では改修後7年間稼働させる計画であったが定期的な延命診断と必要に応じた補修を行い航路の稼働継続を可能にする新たな設備、創業技術を開発することで 世界記録を達成した。想定の3倍を超える稼働を可能にしたのは、常時15名程度の横断チームが行っている、地道な工夫があり、これら数々の技術は、国内外の鉄鋼会社に供与され、多くの航路の稼働に数延長に、甚大なる貢献をしている。また、細かいメンテナンスの結果、25年以上連続して、安定稼働させたことが評価され、本航路は、 第4回日経ものづくり大賞2007年日本経済新聞社主催を受賞した1988年2月22日に第三次ヒーレを行って以来吹き雨をせずに創業を継続している2015年7月11日に第三次ヒーレからの連続創業が1万2日に達し第4航路の作った記録を更新したこの時点で世界記録は ベルギーのアルセロールミッタルツバロン製鉄所第一航路が1983年11月30日から2012年4月17日まで創業した1367日に更新されてたが2016年7月にこれを更新している第四航路に変わる形で建設され2009年7月17日に火入れされたは立方メートルで 総工費は510億円である。本航路建設前の和歌山製鉄所の素工生産能力は年間約400万トン規模でり、工事完了後の2009年度から年間生産量を約450万トンに増やす計画とされた。増産分はスラブと呼ばれる薄い材料の半製品で統合された新日鉄住金グループを中心に供給されている。 2007年10月30日に新たに総工費約900億円を投資して和歌山製鉄所に新第2航路を建設して新第2航路で第5航路を更新するとともに成功設備の増強を実施することが発表された当時の発表では2012年度後半には新第1航路と新第2航路に期待性となり和歌山製鉄所における 普通港の素校生産量は年産500万トン体制となるとされていた。しかし、国内の鉄鋼需要が頭打ちであることや、東アジアでの競争激化を理由に、2013年3月に新第2航炉の稼働を当面延期し、新第1航炉と第5航炉の体制を継続することが発表された。総工費については、2013年1月の報道では、 1> 約1150億円とされている。2015年3月に新日鉄住金が発表した新中期経営計画では、現在稼働している第5航路から新第2航路への切り替え事前準備を開始する。稼働時期は需要動向を踏まえて判断するとされている。新第1航路と新第2航路はサイズや仕様などが同じ航路となり、 予備の部品や創業ノウハウを共有することにより、安定創業とコスト削減を目指している。成功工場部門では、高級鋼板の素材となる、高品質スラブの連続鋳造機を増設して、フル創業体制とすることになっている。和歌山製鉄所和歌山地区、海南地区では、パイプの墨ンの意味を取るなど、旧墨ンの強みである、シームレスパイプを生産している。 和歌山産のシームレスパイプは、地底深くから、原油を組み上げる最新の油性管に採用されており、世界シェアは80%に達する。旧住金では、後半部の拠点であった鹿島に対し、後半部の拠点となっていた。堺地区では、H 蛍光、ハイパービームなど建材、土木、港湾用の大型蛍光を中心に製造している。また、 1949年以来、日本国内で、鉄道車両の車輪と車軸を唯一生産している、旧住金の工業交通産機品カンパニー、現、新日鉄住金成功所、大阪府大阪市この花区に対しては、和歌山製鉄所の航路で、連続鋳造した鉄を供給している。和歌山平野を流れる木の川川口北側に広がる、臨海部、 和歌山湾の埋め立て地などに立地している。かつては、木の川河口から、北側は砂浜が2里、約8キロメートル続いていた。そのため2里が、浜と呼ばれていたが、埋め立てにより、その裏として一部が残るのみとなっており、大部分は、同性鉄所用地となっている。また、同性鉄所の沖合の和歌山案内には、約176ヘクタールの埋め立て地が存在している。 本来は、瀬戸内海環境保全特別措置法、瀬戸内法で埋め立てを制限されている場所だが、製鉄所の公害対策等の理で、例外的に埋め立てられた。しかし、同性鉄所は段階的に航路を減らしたため、移転計画は中止となり埋め立て地だけが残っている。埋め立て地には、関西電力の LNG 火力発電所、計画、 出力370万 kW の建設等が計画されているが、数度にわたる運転開始時期延期により目処は立っていない。和歌山県立医科大学に対して建物を寄贈することが発表されている。旧住民金が研修医の教育施設などに活用する目的の地域医療推進センター、歌唱を建設し寄贈する。地域医療推進センターは2009年度中に 同大学の付属病院の隣接地に建設する、延べ床面積約3000平方メートルの建物で、建設費用の約10億円を全額負担する。同医大は、地域の医師不足対策から、県立医科大学の定員が2008年度から25人、増員する計画で、2008年度中に建設する、新教育棟とともに、地域医療に携わる人材確保や、 技能工場に利用される予定でや、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。